暗号が織り込まれた半ズボンを見せたら信用してやってもいいぞ。どうせ盗んだって言うんだろ。バカらしい。昨日あんたがお気に入りだった酒をもっと持ってこようか。今は時間がない。夜明けに狩猟小屋に行くと約束をしてるもんでね。なるほど、ウサギ狩りだな。うん。伯爵の小芝居は今でっち上げたのか。全く大した想像力だ。ゲラルトが保証するさ。俺が伯爵だって知ってるだろう。ああ、ずっとそう言っていたな。誰もわざわざ確認しなかっただけだ。いきなり伯爵の話を始めてどうした。この神にも見捨てられた声だめを出られたら遺産の返還を要求するんだ。俺の爵位と領地をな。土地と爵位を手に入れてどうするんだ。所有する。後継ぎの問題もあるからな。偉大なるダンデリオンに釣り合う女性をついに見つけたわけか。我が心臓を捧げしは親愛なる友にして生涯の伴侶プリシラ、またの名をカロネッタのみだ。心臓は捧げているかもしれないが他は怪しいもんだ。なんたる侮辱。俺が伯爵だということを忘れるなよ。あまり怒るなよ伯爵。それより恋人の話でもしてくれ。ほとんど回復した。また歌い出したくらいだ。少し声が低くなってしゃがれたが耳障りが良くなったよ。あの時はありがとうゲラルト。本当に助かったよ。友達だろ。彼女によろしく伝えてくれ。そうするよ。キスでも送っておこう。お前の分を少し、残りは俺のだ。ウサギ狩りに行く。ダンデリオンは？ウサギのシチューは楽しみだ。でも尻を凍らせながら材料を集める？そんなのはごめんだね。ハーブや香辛料を集めておく。タイムとローズマリーの香りなしではシチューが完成しない。外はユールの直前みたいに花盛りのローズマリーでいっぱいだな。だからハーブはキッチンで集めるんだ。まあ後でな。寒くなったな。ついてねえな。狩りかい。この辺りの獣はもう狩り尽くしたと思ったが。今回はウサギ狩りだ。ああ、なるほど。戻ったら夕方うちに来ないか。ベルカがパイを焼くんだ。ちょっと今日は。今日じゃなくともいつでも歓迎さ。もう行ったよ。待たされて怒ってたか。いや、野原を下ろす気のが好きらしい。匂い消しを用意して虎バサミに油を刺してた。いい狩人になりそうだな。いや、短気すぎる。あの女なら素手でウサギを掴んで罠に突っ込むさ。罠にはまるのを待ちきれずにな。彼女はどこへ。遠くない、あの向こうだ。じゃあな。ウサギ狩りの気分じゃなくなったか。そうね。何してた。何も、ただ座って待ってたの。ここは素敵。冬のドルブラサンナを見たら驚くぞ。青色山脈もな。雪が溶けたらすぐに東へ向かおう。少し長いが過ぎたな。ここを離れる前にあのグリフィンの巣を見せてくれるって約束でしょ。罠を回収しておかないと。ミスラフがやってくれる。
きっと途中で何かに出くわすわよ。今朝まではウサギは生死に関わる問題だったのに。正直に言うと一緒に散歩に出たかっただけ。じゃあ行こう。巣は丘を登ったところだ。まだグリフィンの死骸があるかもしれん。うん、素敵。今日は訓練のはずだぞ。そうだっけ。明日の日の出にするか。また昔みたいに鍛えてやるぞ。自分はまだまだ未熟だと思い知らされるのは久しぶりだろ。うん。さて、そろそろだぞ。気をつけろ。今はお説教の時間じゃない。シリ、待て。そこにはノウサギと猟犬ごっこはいらないでしょ。シリ、何よ。危なかった。もう少しで肩を引き裂かれるところだったぞ。でも無事だった。倒せたじゃない。それでいいでしょ。怒りを発散したかったのか。だがそれほど不用心では。次は分からないの。次なんてないの。シリ、どうしたんだ。ごめんなさい。ただ今は言えない。帰るか。もういい。釣りにでも行こう。ダンディリオンに立派なマスを渡せばウサギのシチューのことは忘れるかもな。うん。あいつを連れてくればよかったな。少しは運動するべきだ。うん。ここは氷が厚くないはずだ。そうね。どうやって何を捕まえるつもり？今にわかる。まずいな。やめておく？いや、湖はきっとマスやコイでいっぱいだ。新鮮な魚食べたいだろ。まあ少し。でもクマがいなくなるまで待ってるの？いや、追い払おう。どうやって？今考える。ここで待て。ウィッチャー流の冬対策、繊細とは言い難いが楽しみ。いいか、決して真似するな。じゃあなぜ見せるの？念のためだ。放浪中に何が起こるか、何が命を救うかわからないからな。よし、行こう。誰に教わったの？ベセミル。昔のことだ。どのくらい？ずっと前だ。俺がまだゲラルト・ロジャー・エリック・ドゥオー・ベレガルシーと名乗ってた時だ。何？その話は今夜する。じゃあ
ケイヤモルヘンの屋根から飛び降りて馬の背に乗ってみせると言った後に足を折ったことは、うん、なぜそれを知ってる？エスケルから聞いたの。でもゲラルトから聞きたい。きっと合理的な説明があるはずだもの。うう、寒いね。ケイヤモルヘンでは一度もおんぶしてくれなかったよね。してくれたのはベセミルだけ。おい、ずいぶん長いこと待ったな。子供の頃より重くなった。シェリー、戻りましょう。クリコの上での訓練覚えてる？絶対に無理だと思ったのに途中放棄は許さなかったよね。あの時はずっとあざだらけで、クリコはまさに悪夢だった。忘れるわけがない。ケイヤモルヘンでの数ヶ月、あっという間だった。あの時もっと一緒に過ごせたらよかった。今日だってことをほとんど忘れてた。私の迎えよ。ニルフガードへ行くの。エムヒルのところへ。聞いてないよね。でもビジまで久しぶりに父と話したの。どちらかというと口論ね。結局喧嘩別れ。それから使いが来たの。手紙を持って。最初は返事もしなかった。確信がなくて。でもそれからもう逃げるべきじゃないって気づいたの。錆びれた村で怪物と戦っても何も変えられないって。でもニルフガードでなら変化を生み出せる。一言言ってほしかったな。言いたかったけど、なんて言えばいいか分からなくて。ここで私は幸せだった。それを台無しにしちゃいそうで、一分だって無駄にしたくなかったの。素手の話はこのことだったんだな。無理に話させたくなかった。時間はいくらでもあると勘違いしてたようだ。これは自分で決断したのか？もしイエネファーの関与を疑っているのなら答えはいいえ。よかった。彼女はこのことを知らない。それに今回は関わらないでほしい。それは自分で言うんだな。これが望みなのか？ええ。止めようとしないの？無理やり青色山脈に連れて行かないの？お前を探して世界の半分を旅したが、
何も無理強いするつもりはなかった。そうね。大丈夫、お前はウィッチャーだ。さよならは言わない。必要ないからな。次にいつ会えるかは分からない。どこにいるかは分かるな。あなたがずっとケイアモルヘンにいるわけないでしょ。関係ないさ、見つかるよ。そうね。教えたことを忘れるなよ。ニルフガードでも役に立つかもしれん。第三次北方戦争は南方からの侵略者による勝利で幕を閉じた。ラドビッドの天才的な戦術を失った北方諸国ではエムヒルの圧倒的な軍事力の前になすすべがなかったのだ。黒い旗がノビグラド、そしてレダニア全土に翻った。テメリアのゲリラ戦に手を焼いたエムヒルバル・エムレイスは譲歩して彼らの王国を帝国の属国として復活させた。反乱軍は武器を収め、そのおかげで皇帝は他の戦線に兵力を振り向けられるようになった。そうしてニルフガードは戦争に勝ち、テメリアはその領土を取り戻すことに成功した。歴史というものは本当に皮肉ないたずらを好むものだ。ラドビッドを片付けたエムヒルバル・エムレイスは国内の敵も同様に一掃した。密偵たちが皇帝への反逆を企んだ者を身分を問わず残らず探し出した。彼らの犯行は陰謀と呼ぶには値しないささやかなものばかりだったが、皇帝が容赦することは決してなかった。大陸が戦火に包まれる中、セリスの聡明な統治によりスケリッジは繁栄を極めた。前任者とは違い、若き女王は他国の沿岸を略奪しなかった。彼女は民に目を向け、内政に力を注いだ。それによりスケリッジは栄えたが、その牙はかつてないほどにまで鈍くなってしまった。長年の放浪の後、シリは父の故郷ニルフガードに戻った。エムヒルは彼女を皇位継承者として歓迎した。シリには資質があったことを強調せねばなるまい。彼女は父から女帝に必要な政治的洞察力を受け継いでいた。そしてゲラルトからは人間的な誠実さを受け継いでいた。その両者を有する君主というものは稀有な存在である。そしてゲラルトについてだが、まああいつは仕事を続けている。その日暮らしで絶えず仕事を受け、常に放浪している。いつも悶なしだ。俺たちはたまに会って強い酒を飲み、昔を懐かしむ。あの時違った選択をしていれば、どんな未来が待っていただろうかと思い描きながら。